今日販売が始まったこちらの3つの商品、いずれも県オリジナル品種の長芋、粘りっこが使われているんです。冷たいそばに麦とろ丼、和風だしのジュレで合わせる人気のカップデリ仕立てで、暑い季節でもさっぱり食べられるような味わいに仕上げたということです。味についても粘りについても、非常に強い、力のある食材だというふうに感じております。 歯触りが良い砂丘長芋と粘り気の強いいちょう芋を掛け合わせて作られた県のオリジナル品種粘りこセブン‐イレブンは全国で地域に馴染みのある食材を使った商品開発に取り組んでいます試食した生産者はこの粘り,りこの風味が口の中で広がって大変食べやすくて美味しいですありがとうございます これを皆さんに食べていただけると思ったら、すごくあの嬉しく思います。粘りっこを使った三つの商品は、産院をはじめとした中国地方のセブンイレブンで販売されています。